東京大田区の小学校で北京パラリンピック自転車競技の金メダリストが子どもたちに自転車の交通安全についてアピールしました。大田区の萩中小学校で昨日、警視庁蒲田警察署が主催の自転車についての交通安全イベントが開かれ、小学生およそ300人が参加しました。ゲストの北京パラリンピックの自転車競技の金メダリスト、石井正史選手が、自身が競輪選手時代に事故で脳障害を負ったことを取り上げ、ヘルメットがなければ即死だったなどと話しました。これを受けてイベントでは、ヘルメットの耐久実験なども行われ、着用の大切さを訴えました。警視庁によりますと、去年の交通事故による死者数は143人で、そのうち25人が自転車を運転中だったということです。